NHK をぶっ壊す。そして、柏市市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、ですね、ちょっと昨日ツイッターで話題にさせていただいたんですけれども、今ですね、総務省情報流通行政局、そこの、放送政策課っていうところが、今度来年からですね始まる、あの NHK の地上波とあのネットの、まあ、同じ番組同じタイミングで発信するっていう同時配信っていうのを進めているんですけれども、それに向けた放送法の改正っていうのをしようとしています。で、それに対して、広く国民からどういうふうに、してほしいかっていう希望を、総務省の方が、公募でネットで投稿して送れるように今なってます。で、これっていうのがですね、渡辺哲也さんっていう、まあ、経済評論家で、まあ、作家の方が、ツイッターで投稿されていて、で、それをちょっと見て私も知って、昨日ツイッターで投稿させていただいたんですけれども、ちょっとですね、やっぱり、ネットでの配信、を地上波と同じものを配信するってなると、もうそれだけで、それに対して、スマホを持っている、まあ今まではなんだっけ、地デジじゃない携帯でもテレビが見れるからっていうので、それだけでも契約しろ、お金を払えって言っていたので、今まで特に例えばiPhone とか、テレビが映らないものに関しては、それを理由に断れてたんですけれども、それすら、させないような流れを作ってきているので、ぜひですね、別に同時配信するならいいと思うんですよ。ただ、ちゃんと申し込みをして契約、こうしたら見れる。で、必要ない人は契約をしないっていう権利がちゃんと守られるような、形の法改正をしていただければと個人的には思っているので、ちょっと私も昨日の夜ですね、意見の方を送らせていただきました。で、動画説明欄の方に、そのリンク先と、ちょっと私が書いた内容も載せておきますので、まあそこをちょっと参考にしていただいたりとか、まあ時間がない方はもうそのままコピって貼り付けていただいてもいいので、一人でも多くのですね、意見を、この放送法の改正、インターネットの NHK のインターネット同時配信に対して、私はこう思っています。こうしてほしいですっていう意見を、一人でもですね、多く送って、また私であればスクランブル化をしてほしいと。で、必要ない人は契約をしなくてもいいように、もしくは今契約している人でも必要なければ解約ができるように、してくださいっていう内容で、書いて送りましたので、ぜひ皆さんのですね、率直な意見っていうのをNHK を管轄している総務省の方に送って、こういう意見、そういう意見がですね、例えばスクランブル化してほしいとか、必要ない人は契約しないで、置けるようにしてほしいっていう意見が多ければ、やはりそこは取り上げざるを得ないと思うので、数が多ければですよ。だから、ぜひともですね、皆さん投稿してください。時間がないとか、私の考えに賛同して、もうそのまま送っていただけるっていう方は、本当に動画説明欄の私の書いた内容を、まあ、コピーって貼っつけてっていう形でもいいので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、NHK をぶっ壊す。